はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。マーベリックチャンネルです。今日もね、おかずパラダイスやっていきたいと思います。今日はですね、野菜炒め、肉のたった揚げ添えということでね、やっていきたいと思います。今日もね、簡単に、やっていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。再びこんにちはですね。出来上がりました。今日もね、おかずパラダイス簡単に、作りました。今所要時間、20分ぐらいですかね、全部でね。はい、全部ね、同時にねやってますんで、皆さんもそうだと思うんですけども、まあ意外とね、そんなに時間かかりません、僕の料理もね。で、今日はですね、野菜炒めですね。まあ本当にこう手軽に作れるというかね、簡単に作れる野菜炒めということでね、非常にこうたまにはね、野菜たっぷりのね、野菜炒めで、僕はね、まあお肉があれば肉野菜もやるんですけど、今日はね、ですね、一応野菜炒めね、もやしとか、玉ねぎとかね、キャベツ、人参、ニラ、まあもろもろ入ってますね。で、今日ね、お肉あったんですけど、僕はあえてね、この豚肉、これをね、たった揚げにしました。たった揚げ、野菜炒めのね、たった揚げ添えということでね、このようなね、で、このお肉はですね、生姜醤油でね、少しね、5分10分ちょっと生姜醤油にねつけて、それで、それから片栗粉をつけてね、まあ、油で、こんがりね揚げるんですけれども、非常にこれだけでね、美味しい、お肉をね味わうことができます。それと今日はお味噌汁は、玉ねぎとね、豆腐のお味噌汁ですね。あとわかめもね入ってます。それからひじきの煮物ですね。あと今日はね、小松菜が、美味しそうな小松菜売ってたんでね、買ってきて、おひたしにしました。金ごま添えということでね、このようなね、お夕飯いただいていきたいと思います。今日もね、おかずパラダイスね、美味しくいただいていきたいと思います。いつもね、ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今日はね、このようなメニューとなっております。それではね、今日はこれで失礼したいと思います。皆さんね、いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。それではね、失礼いたします。ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。